川崎塾の外れ、八丁直手の駅のすぐ脇に無縁塚というまたお墓のようなものが建っています。昔の東海道の宿場町、町の出入り口のところにそういった通りがかりの人たちを弔うためのもの、結構多く設けていたんですかね。それで走っていたら知らない間にもう神奈川県横浜市に入っていました。今から渡りますのが神奈川県横浜市内を流れます鶴見川橋です。今横浜市鶴見区内を走っているところです。右でですね、あの捨てハゲチャンネルさんとですね、あの喧嘩したところなんかもありますけれど、鶴見という地名は有名なんですが、元はこの橋が由来となっています。徳川家康がまあ駕籠かなんか乗ってたんでしょうね、ここをね、あの旧東海道を移動しているときに。ちょうどここ橋があったんですが、これを渡るとですね、向こうの方に鶴がいました。あ、これは縁起がいい、鶴が見えた。あ、じゃあこの橋の名前は鶴見橋に変えようじゃないか、変わってですね、そしてその鶴見という地名がさらに向こうの方の町並みにもさらに伝わっていったということです。とは言ってもですね、横浜市内に入ったからといって、あ、じゃあもう次の、藤沢市が近いのかとかね、もうそろそろ神奈川塾だろう、そう考えるのは早計でして、横浜市内はとにかくでかいんで、やっていてもね、一体どこまでかかるんだ、かなり精神をそがれるんじゃないかと思います。これでですね、ここ旧東海道なんですけども、ここから先まっすぐ行こうとしても前方に京急線があのできちゃってますんで、行くことができません。まあ、要するに本当は昔はここからまっすぐ道があったんですが、現在は鉄道によって道が潰されてしまっているわけです。結構東海道を行ってるとこういう場所はあります。さて、今私の通っていた旧東海道は、現在のところ東海道に一番忠実に沿っている国道15号第一京浜を横切りました。要するに国道のすぐ近くにあるわけですが、ここにはですね、国道にちなんだ面白い名所があります。まあ、スーツ交通チャンネルで繰り返し紹介しているところですけどね。はい、こちらでございます。 JR 東日本鶴見線の国道駅です。この上にはちょうど鶴見線が走っています。さっき通り抜けてきた鶴見駅と横浜市もしくは川崎市の臨港地帯とを結ぶ重要な工業地帯へのアクセス線です。この国道駅がですね、これ昭和の時代に作られたもの、昭和初期ですけれども、その当時のアーチ、その当時の雰囲気をほとんどそのまま留めているということで有名でして、自転車を放置するなってのは散々書いてあるんですけど、別に放置ではないから問題はないでしょう。上にツバメの巣があったりね、自動販売機が埋め込まれているこの家は一体中はどうなってるの、多分木造とかなんじゃないかなと思うんですけど、このガードの雰囲気もいいですが、出たところもまたすごいですよ。実はさっきも銀座にあってね、わざと紹介しなかったんですが、戦争の爪痕をはっきりと見ることができます。この国道駅のガードの脇、緑色の網の張ってあるところに穴がボコボコ開いていますが、戦時中ここにやってきた鉄器 P51 の機銃装車の跡だと言われています。本当に歴史を感じさせるところです。ちなみに変わった駅名の由来ですが、まさしく駅の目の前に国道があったから国道駅、鶴見線はね、こういう安直な名前がすごく多いんですよね。さて、そして続いて現在生麦と呼ばれる地区を走行しています。生麦っていうとね、なんかビールが好きそうな人だったら美味しそうだなとか、早口言葉ですか、生麦、生米、生卵なんてありますけども、江戸時代の大事件、生麦事件というのはこの地で発生したのでした。左側にちょうどね、麦を扱うキリンビールの工場なんかも見えてくるところですけどね、キリンビールは横浜発祥です。これか、思いっきりね、人ん家にこの風に出てたんですけど、多分あれだろうな、この後ろのね、一軒家の方が自分で設置してくれてるんだろうなと思うんですけど、多分ですね、わかんないですけど、当然私も見たことはありませんけれども、大名行列っていうのはそれはそれは面倒くさいものだったらしく、まあ、こういう旧東海道ですから、ね、重要な御用のある幕府の人が、幕府とか、まあ、それから地方のお殿様とかいっぱい通るわけです。で、薩摩藩のお殿様が大名行列引き連れてずらっと歩いてた時にですね、下にとか言うのがゆっくりゆっくり歩くわけですよ。で、それずっと大名行列じゃない人たち、一般の人たちは行列の脇でビターっとお辞儀して待ってなきゃいけないらしいんですね。下にとか言ってゆっくり歩いてる、その行列の前をですね、
まあこれはもう間違っても横切ったりなんかしたら大変なことになるわけです。もう行列の前を横切るなんてことやったらその場で、切り捨てごめんということですね。あの首をスパッとこう切られるというのが、当時の文化の当たり前でして、でそれを通りかかった外国人イギリス人がやってしまったんですね。でやってしまったので、お前は殿様の前で何とこれやんなお前とそのままですね、首を実際にあの切り捨てられました。でそれで怒ったイギリスが、軍艦を派遣してですね、翌年だったかな、あの鹿児島県に現れて撮影戦争ということになってしまったわけでした。かわいそうだとは思うんですけどね、かわいそうだとは思うんだけど、やっぱその、まあ、こっちがその迎え入れる側としてはやっぱり人の命を大事にしなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、まあ、一方でなんか自分が例えばね外国に行ってその国 の, あの倫理観に反したのでその国の中のルールに従ってあの首を切り捨てられて殺されるってことがあったとしてもね、それ納得しなきゃいけないんじゃないかなって気がするんですけどね。海外旅行っていうのはそういうもんだと思うんですよ。さあまた来ました。すっかりね横浜らしい雰囲気になりましたよ。これキリンビールが工場見学だのできるっていうことなんだけど、どうなんだろうな、まあ行ってみたいところなんですけど撮影ができないっていうのとね、レストランでなんかねつってもビール飲むわけいかないでしょ、自転車だから。まあいっか、今日は行っちゃうか、このままキリン01でも後で飲みますか。そんなキリンビール、私はね今までなぜキリンビールが横浜発祥なのかってことは気にも留めたことがなかったんですが、あの調べてみるとなんとやはり外国人が関係しているということが分かりました。キリンビールがねなぜ始まったのかっていうと、これ日本でビール売ったら売れるんじゃないかって外国人があの当時日本の国際港横浜にいたんだそうですね。あの江戸時代が終わって東海道線がまだでき始めた頃の、明治初頭の話ですけれども、それでねあじゃあやってみようってね始まったのが現在のキリンビール。だから最初は外国人によって始まった企業だったらしい。それは知らなかった。それはあそこにあった自動販売機でね、あの飲み物を買った、キリンビールの自動販売機が置いてあって、まあ、キリンビバレッジがあのキリン系の飲み物だと思ったんですけどね、なぜか僕があの適当に選んだんですけどヤクルトって書いてあって、どこにもねキリンとは書いてない。まあなんか関係あるんでしょうね。まだこれもねヤクルトの乳製飲料ミルージュって書いてある。ヤクルトではないんですよね。なんかこれも事情があるんだろうな。人工甘味料はねステビアだけですが、ステビアはいい人工甘味料だから問題ないです。そう、出発。もうそろそろ神奈川宿は近いですよ。横浜も政令指定都市ですのでそれぞれ行政区が設けられているんですが、あの神奈川っていうのがねどこにあるのか、神奈川県の神奈川とは何なのかっていうのを結構知らない人が多いんじゃないのかなと思ってます。少なくとも私の周りではそうでした。まあ、ただ知名度が低いだけで普通に神奈川という地名はあります。まあ、横浜市のちょっと東側、まあ、要するに私が今いるようなところでして、JR で言えば東神奈川駅周辺、京急の神奈川駅周辺です。ちょっと景色がいいので海っぷりの方へ行ってみましょうか。ずっとね幹線道路だけでは面白くないですよ。本当は海のすぐ近くを走っているのにあまり見る機会はありません。さて、おお見る見る。地方自治体としてナンバーワンの人口を誇っております横浜、特にその中心部みなとみらい21地区の絶景をご覧ください、とこういうふうな言い方をするわけですけれども、やっぱりですね横浜という言い方になりまして、神奈川というのは、ね、どうしても薄れがちです。あまりにも横浜という地名が有名になってしまったので神奈川という地名は廃れました。実は江戸時代当時は私が今走っているところはもちろん東海道として存在していたんですが、あの辺はですねまだ埋め立てられておらず全部海だったので存在しなかったんですね。だからあの今回の動画でもねあの周辺のランドマークタワーの方とかに行くことはないわけですが、もともと横浜もしくはこの神奈川というのはまあ結構な田舎でして、特に何もないようなところ、ただそこにちょうど黒船がやってきたもんだから、それからですねそれをきっかけにどんどん発展してきたという経緯があります。もともとはこの辺りの片田舎に過ぎなかったただの横浜の半島がフェリーの来航からどんどん大きくなり続けていき、そしてしまいには元の宿場町であった神奈川の地名は現在ではその県名にのみ名残を残すだけになってしまったのでした。いや名残を残すだけではないんですけどね、普通にあるんだけど。というわけで到着しました、旧東海道沿い第3番目の宿場、現在の神奈川県横浜市神奈川宿です。石畳を再現し雰囲気を高めていた品川川崎の宿場に対して、この神奈川では石畳の再現はしませんが、その代わり旧東海道ではよく見られたそうです、こういった松並木を再現するということをしました。またその宿場の入り口を見てください。
今日の朝高輪ゲートウェイで皆さんのご覧に入れました考察場ですね。実際考察がここになんかかかってるわ。何書いてあるのかよく読めませんけど、読める人います？全然わからん。江戸時代はあの識字率がそれなりに高かったらしいという話は聞くんですけど、それでも全員が読めたわけでもないと思うんですよね。読めなかった人にとっちゃ大変ですよね。口で言って聞かせてくれりゃなと思うんですけど、法律を理解する知性も社会を生きるための責任ってことですかね。まあ、本来は実はこの場所が江戸川の宿場の入り口というわけではなかったみたいなんですが、ちょうどここに神奈川地区センターっていうのがあって、なんとなく昔風の建物がある、多分それの敷地に置きやすかったんでしょうね。実際の神奈川地区の入り口はこんな感じで商店街になっていましたね。あ、知らなかった。京急神奈川駅もこんな歴史を重んじたなんか宿場町風の作りになってますね。まあリニューアルしたんでしょうけど。大好きな電車がいっぱいで、いつもだったら嬉しいことなんですけどね。もうまた鉄道のせいでね、旧東海道が寸断されちゃってるから今迂回している最中ですよ。鉄道ってのはまあどうしてもその古くからの街並みを分断してしまったりね、地域をもう完全に分けてしまったり、まあ、そういう弊害があるということも鉄道を外から見ると分かることですよね。今はこんなに交通が賑やかなところでも、やはりかつての街道沿いということで多数のお寺があります。江戸時代は特にお寺が奨励されてましたからね。でここに本覚寺と読むのか本覚寺と読むのか分かりませんが、お寺があるんですけども、ここにアメリカ領事館跡って書いてあるんですよね。アメリカ領事館って なんだこれやと思ったんですが、あのこれはですね、完全にあのこの本覚寺なのか本覚寺なのか、このお寺がアメリカ領事館として使われていたということのようでして、どうもアメリカとかがいっぱい来て開国をした後にですね、いろんな国の領事館がどんどん作る必要があるということになったんですが、まあ、間に合わないのでこの神奈川宿周辺のお寺をとりあえず領事館として最初使っていたようです。そういう使い方ができたんですね。画面の左手前方が JR や京急の横浜駅です。この立派な横浜の街並みがね、黒船来航をそれに起因してだんだんできていったのかと思うとびっくりするところです。まあ、一方で私が今住んでいるところはそのいわゆるきらびやかな横浜とは歴史はあまり関係ありません。ここですね、もともと東急東横線の通っていたところ。ここから先、いやついに初めて上り坂か。そんな別に大変ではないですけどね、電動自転車なんで。日本橋を出てからね、まだ 40% しか消費しておりません。上り下りの激しいところです。で下ってる時にブレーキをかけるってのはなんかね、とてももったいないような気分がしてくるんで、まあ、ちょっと嫌なんですけども、まあ、しかしあのもちろんちゃんとかけます。このブレーキをかけるたびに充電をするタイプの電動アシスト自転車というのもありまして、それを買うことも考えたんですが、まあ、ただねそれで充電が多少戻るというよりももっと効率のいいのがどうもパナソニックだったようなので、まあ、じゃあ別に買わなくていいんじゃないかということで、ね、あの特に回生ブレーキは搭載していないものを使っておりますが、さてそしてちょっとだけ旧東海道を外れてですね、もう本当にこのすぐ近くにあるので神奈川県の一大ターミナル駅、そして大学4年間通いました。まあ、あの5年目なんですけれども、大学の登校がですね今のところあの許されていないというか授業がないので行くことはできないんですが、久しぶりに来ました横浜駅。最近ずいぶんねまた新しい駅ビルができて立派になりましたよ。こんな説明書き前からあったかな。最近というか、まあ、今回初めて気づいたんですけど、昔のこの辺りのずっということなんですけど、多分三鷹寺、この辺りがみなとみらいとかのあるところで、私が行ったのがこういうところ、さっきこの坂道を登って横浜駅は多分この辺なんじゃないですかねというところでございます。昔のここですよ。だから要はここも昔は海だったってパターンだと思うんですよね。そう書いてあるわ。水面から世界有数のターミナル駅へと劇的な変貌を遂げたそうです。さてまたしばらく進みまして、ここ右に行くとね、私の大学行くバスが何回か通るところ、初めて大学の受験した時はねあれでした、ここの坂登ってきました。しかし今あれですね、すれ違った人逆走してたけど、まあ自分一人の命ならともかくね、子供を後ろに積んで逆走するってのはどうなのか、ちょっとさすがに子供はかわいそうでできないけどな、普通そんなこと。またしばらく進むとこれ追い分けというのがあります。これはあの追い分けの跡ですが、全国に追い分けという地名至る所にあるんですけども、これ道の分岐点のことを意味しています。主要道の分岐点です。引き続き旧東海道、そしてこの右手は旧八王子道です。八王子道というのは横浜と八王子の間を連絡する、まあ、現在の JR 横浜線の線路がここから分かれていた、間違えた、道路が分かれていたということになります。八王子は昔から北関東地方で採れた
たくさんの絹糸が集まる地となっていまして、それの貿易の拠点として活躍していました。でそこからの絹糸を横浜などに持っていくときに八王子道が機能したのかな。相当重かったそうですよ。さて正直面倒ですが、ここから先歩行者天国という風になりました。夕日が沈むか沈まないかぐらいのちょうどいい時間ですが、まあもうちょっとね日が持ってくれるといいかなと思います。この先保土ヶ谷の宿場を越えるまではね。横浜の川はなんか知らないですけど鯉が多くてね、いろんなところにこういう風に泳いでるんですよ。さっき一匹バシャバシャやったのを皮切りに急に動きが多くなりました。前方には相鉄線の天王町の駅があります。この相鉄天王町駅を過ぎてすぐのあたりから江戸を立って第4番目の東海道の宿場町、保土ヶ谷宿の始まりということになります。横浜市は大変大きくて、市内になんと3つの宿場があります。神奈川宿、そしてこの保土ヶ谷宿と続く戸塚宿です。ちなみに現在、お江戸を立って走りということになっています。日本橋から32キロ。これどうなんですかね。自転車で32キロってのはまあ、結構長い距離だとは思うんですけど、しかし、そんな早くはないからな。朝の10時半に出て、もう6時間ぐらい経ってますから、むしろ遅いんじゃないの、かなり。一般 OK だけじゃなくてね、成田エクスプレスも来ました。そういえば特急が並走する時間でしたね、ここはね。ともかくですね、今旧東海道がこの右側からこちら方面へ L 字に降りたところです。左手に本陣跡と書いた看板があります。で裏側になんかやたら古そうな、いつの時代に作ったのみたいな古い建物があって、それについての解説はないんですけど、昔ここに、ね、保土ヶ谷宿で一番主要な宿本陣がありました。大名とかが来た時にタダで止めさせてあげなければならなかった、そういう宿です。確かタダだったんじゃないかな。その本陣の建物が解体されてしまって、その跡地を多分なんかこの地主さんかなんかが使ってお屋敷を建てたんだと思うんですよね。どういういきさつでここがこういう荒れたお屋敷になってるのかとても気になるけどな。そしてね、さらにすごいのがありましたよ。これびっくりだ。これはここがマジで東海道の保土ヶ谷宿として活躍していたその当時の建物がなんか普通にあるんですよ。だからね、明治2年らしいんですけど、明治2年だともう江戸時代は終わってしまっているんですが、ギリギリまだ向こうの東海道本線はねできてませんでしたので、普通に宿場はあったんですよね、その時の建物。へえ。さてそれではいよいよここからですね、東海道はお江戸を出て最初の難所ゴンタ坂に差し掛かるということになります。確かに急な坂です。電動アシスト自転車なら別に登れなくはないですけどね、バッテリーの減りは早いかもしれませんが、これはすごい急な坂だ。大変ですよ。もうこのゴンタ坂までが旧律令制で言いまして、奈良時代の時にですね日本を区分しました、そのなんとかの国で言いますと、ここまでが武蔵の国、そしてここから先はいよいよ相模の国ということになります。鉄道もさすがにこの辺りではトンネルなど入らないと困ると見えまして、確かここだったかな、日本で最初の鉄道トンネルが掘られたのは。部活帰りの中学生たちもみんな大変そうに登っています。まあ、そこまで辛くはなさそうですけど、まだ登るのか。どん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 ひたすらの登りが続きます。ここも神奈川県横浜市です。横浜市が大きすぎるということがお分かりいただけたでしょうし、横浜市は海ばかりではないということも十分お分かりいただけたかと思います。まだ登るんだな。重い荷物を持って上がる人は大変だったでしょうね。まだまだ登りの終わりが見えません。しかし登り切ってしまえばそこまで困難なことでもなかったな。やっぱりね、電動アシスト自転車の威力恐るべきということと、それからですね、やっぱりこれじゃなかったら相当苦労したろうな。私荷物が多いから電動自転車にしたってのも実はあったんですよね、理由としてはね。まだ登るみたいですけど、大体ここらだろう。
ゴンタ坂。ゴンタ坂と呼ばれる東海道江戸から西へ向かう旅人が初めて経験するきつい上り坂でした。確かにそうでした。日本橋から4番目の宿場であった保土ヶ谷宿まではほぼ江戸内湾沿いというのかな、平坦地でした。そうですね、ずっとね平らだったんですけども、もう急に山道になっちゃいまして、でこのゴンタ坂の由来は、すみません、おじいさん、この坂なんていう名前なんですかっていうのをおじいさんが自分の名前を聞かれたのだと勘違いして、あ、これゴンタって言うんですよ、それでですね間違えてそのまま伝わったという説があるそうです。終わったと見せかけてまだまだ終わらないみたいですけど、ね、しばらくの間の登りが続くんですけども、さっきの説明書きにもありましたけど、昔ここから見下ろした神奈川の海の景色はそれはそれは素晴らしいものであったそうですよ。いつまで続くんだ、どんどん見晴らしが良くなってきます。一旦停止です。信号無視はやめましょう、危ないからね。無視するにしても安全確認ぐらいしたらどうなんだと思うんですけど、自動車のこととかね見ないで何も起こらないと確信したような感じで行くのは大丈夫なのかな。さあどんどん行きます。これを超えれば戸塚ですよ。ちょうどここから先今度は下り坂になるようだから登り切ったのかな、どっか眺めのいいところはないですかね。空き地がありましたんでね、空き地の手前のところまで立ち入り禁止と書いてありますから来ましたが、なるほどこういうところを登ってきたのか、頑張ったなという感じがしますが、頑張ったのは私の電動アシスト自転車であります。電動アシスト自転車を変えるように頑張ったのは私ですけどね。こっからは戸塚まで下りかな。自転車乗ってるとねトイレ行きたいっていう気持ちがなぜかなんかなくなっちゃうんですよね。さっき私キリンビールのところでトイレ行きたいなと思ったんですが、あれキリンビールだってな、違う、この川崎のあれおこわ食べたところでね、奈良茶飯食べたところで行きたいなと思ったんですが、まだ行ってないわ。だいぶ暗くなってはしまいましたけれど、今向こうにですね戸塚の街並みが見えます。まあ今の時代は平和になったもんですよね。昔はもう夜に歩くっていうのはね、よほどのことがない限りはできなかったでしょう。まあ松明みたいななんかそういう明るくするものはあったとは思うんですけども、こんなところ歩いてたら山賊みたいなのが出て身ぐるみ剥がされて殺されちゃうんじゃないですか。一里塚がありますよ。一里塚ってわかりますか。一里ごと4キロごとにですね設置される、まあ、鉄道で言えばキロポスト、今ちょうどこういったところですよ。1キロごとの目印です。これですね旧東海道整備されていた時にはもう全部ちゃんとあったんですけども、もう様々なところが失われていまして、そしてこれが江戸時代のものがそのままの形で保存されている大変貴重なものだということです。まあ、ともかくね最近釣ったのがみたいな綺麗なのが残ってて本当大したものだと思います。まあ、他のところでもまた見られると思いますので紹介します。これ降りてけって言うんですけど、ちょっとさすがに降りられんな。まあ迂回して橋の上へ行きゃいいみたいだからこっちから回ってきましょうね。現在地はね JR 東日本東戸塚と戸塚の間ぐらいです。まさか初日から長丁場になっちゃうとはね、後ろからちょっとバスが来たんで呼べますか。バスはこっち行ってくれた方が多分嬉しいだろうし、バスを行かせないことにはね後ろの車も困るでしょうから、あんまこういう狭いとこ行きたくないな。うわっ、もうね戸塚遠すぎだろうと思ってずっと漕いでたんですけども、ついに来ましたよ。もうね時刻今18時37分になっちゃってますが、江戸見附前という交差点がここにあります。交差点の信号があるんで、ここが戸塚宿の一番江戸側だな。ここに書いて
たる見つけとは何かと言いますと、まあ、簡単に言えば見張り台のことで、実際に東海道53次が始まってしばらくの頃はここに見張り台があって、番兵みたいなのもいたそうです。まあ、基本的には江戸型見つけと京型見つけというのがありまして、それぞれのですね、見つけの間が宿場町ということになっています。戸塚の宿場はどのぐらい長さがあるかな、江戸型から京型までで 2.8 キロですね。さあ、ちょっと寄り道して戸塚駅の方に来ました。放置自転車にならないようなところがあれば簡単に夕飯でも食べていきたいと思いましたけど、まあ、食べ物ぐらいならね、なんとかなるかと思います。そこまでお腹も減ってないしね。ちなみにこの戸塚宿は東海道の宿場の中でもかなり上位の栄えた宿場だったようです。さっきね、説明書き書いてあったけど10番目に宿屋が多かったみたいなこと書いてありましたよ。なんでそうなったのかってね、いろいろ理由はあると思うんですけど、一番のところはね、江戸から戸塚までがだいたい1日の距離でちょうど良かったからだそうです。だから江戸からやってきた人たちが、じゃあ今日は戸塚までだと決めていく。で、だから戸塚にもそういう人たちを狙ってたくさんの宿ができたんで、なおさらですね、あそこはじゃあいっぱいあるから、まあ戸塚だよね。すごいですよね、1日に40キロぐらいですか。私は電動自転車で来てますけどね、わらじ履いて40キロも来ちゃうって言うんだから、もうびっくりですよ、この距離。自分でね、その道をちゃんと辿ってきたからこそ分かりますけどね。いや、とりあえず行けるところまで行ってしまおう。まあ、ラーメンぐらいだったら食べられたと思うんですけど、ラーメンなら藤沢にもあるだろうからな。それでは、そろそろ戸塚も終わりです。ここから次の藤沢までの様子、ノンストップで行くつもりですので、皆さんに早回しでお楽しみいただこうと思います。さっきから走っているこの国道1号線ですが、どうも旧東海道感がなくて、本当にこの道で合ってんのかなと思いながらに来てました。日本橋から48キロ、もうそんなに来てんの、50キロも来たのか、30キロ台かなと思います。あ、1号線ちょっと遠回りなのかもしれないな。でもね、この道をこうやって歩いていったら、おやと思ったんですけど、多分ね、向こうの木とそれからこっちの木は旧東海道時代の道幅なんじゃないかなと思うんですよね、多分ね。まあ間違いなくこの立派な松は江戸時代からあるでしょう。現在地なんか調べたら出てくるんじゃない？調べましたところですね、ここ神奈川県横浜市戸塚区、まだ神奈川県横浜市なのかと思うんですけど、ともかくこれね、影取りの一本松というものでして、やっぱり江戸時代からずっとここに入っているそうです。この太さ見てください。僕の顔も大きいですけど、この松の方が圧勝ですよ。せっかくですんでね、松を眺めながら予定変更でここでちょっと休憩することになりました。これいいっすよ、もう昔からね大好き、こういうやつ、ミニスナックゴールドってやつもあるじゃないですか。昔はお金がないからなるべく安くカロリーが取れそうな甘いパンを買ってたんですけど、なんかそれでね、条件反射でね、これを食べると元気がもらえるようになりましたよ。嬉しい条件反射です。食べ終わったら引き続き出発、もう7時半だ、どうしよっかな明日から。もうそろそろ横浜市も終わりなんでね、やっと横浜終わりかって感じですけど、明日はもうちょっと寄り道を効率的にしなきゃな。ちょっと冷えてきたわ、早く行かないと、もう20度を下回ってるからかな。もうちょっと上着とかを持ってくればよかったのかもしれん。そして皆さん、ついにですね、後ろ、私の後ろにこの看板があるわけですけど、これが後ろにあるってことはね、前を見るとこれですよ、これ。やっと横浜を抜けられます。これから先、湘南、神奈川県藤沢市。もう横浜でかすぎて嫌になっちゃいますよ。
よし、じゃあここからまたスイスイ早回しでご覧いただきますか。夜ですけど、車が切れないんですよね、なかなかね。車道行きたいんですけど、車的には絶対ごめん、そんなのごめんだと思ってると思うんですけどね。しかし自転車本来車道を走るものだから、あんまり暗いところを走ってなんか人からパッと出てきてぶつかったりとかするのも嫌なんでね。有効寺坂という結構急な坂を今駆け下りてきました。この川にかかっているこの橋の名前ですが、これは藤沢橋といいます。旧東海道は向こうに見えている赤い有効寺橋を通っていますので、まあ、これは一本手前の橋ということになるんですけども、ともかく到着しました。時刻20時、本日の目的地東海道第6番目の宿場町藤沢に到着です。今日の目的地にはすでに到着していますが、あとまだ5キロだけ進みます。これからは寄り道です。東海道というのは、まあ、現在の東海道本線がまさにそういう使われ方をしているのを見れば分かると思いますが、別に東京から京都大阪へ行くためだけに使われていた道ではありません。日本で一番重要な幹線道路は当然その部分部分でも使われるということになりました。まあ、そしてまた東京から京都大阪などへ向かう人たちがその途中で寄り道をするということも非常に多くありました。まあ、伊勢神宮が一番有名ですが、平均でだいたい時速12キロぐらい、今までの、ね、倍ぐらいのスピードでここまで来られましたよ。なんか見慣れた建物があるなと思って、湘南モノレールって書いてありました。ここにあったんですね、湘南モノレール、湘南江ノ島駅。なんか不思議だな、本当に自分のいつも乗ってるやつでなんでこんなところにいるのって感じなんですが、ここね、モノレールの駅のすぐ向かい側に江ノ電の江ノ島駅もあります。どちらも夜に関わらず素敵な雰囲気ですが、お、発車するのか。いや、発車しませんでした。なんか多分まだ待つ用事があるんでしょうね、わかりませんけど、いい雰囲気だ。あ、なんか旅行してるぞって感じがしますよね、乗ってなくてもね。江ノ電的には乗ってほしいでしょうけど、まあ、動画撮るってなったら別の話かもしれないが。江ノ島はもうね、江ノ電とあとは小田急と湘南モノレール、いろんな電車が来ますけど、最近駅が新しくなりました。すごいなぁ。いや、何がすごいかっていうと、あのなんか前より強くなったんじゃない？あれ？前からこんなに良かったかな。中の方入ってみます。自転車で乗り入れていいかな。ダメとは書いてないな。竜宮城駅舎ね、これね、前のやつが私が前に来た時あったんですけども、解体されちゃいまして、でされたんですけど、また前よりもパワーアップしたものを作り直してるんですが、木の香りがするみたい、するな、するな。新江ノ島水族館も行ってみたいけど、ちょっと明日は江ノ水が開くまで待ってたら多分箱根に間に合わないでしょうね。確かね、もう私もしばらく来てないんですけど、ここを通れば行けるんですよね。うるせえな。ああいうのかっこいいですか。まあかっこよくつけたくてやってるんじゃなくて、あのエンジンの音が好きなのかもしれないからな。おおお、こんなところにも浮世絵あるぞ。江戸時代から人が列をなしていくような
江ノ島はこれぐらいの名所だったわけです。明日の朝は天気が多分よく晴れてるんじゃないかと思います。富士山見えると思いますよ。さあ、そしてついにと言いますか、ようやくと言いますか、ともかく江ノ島に着きました。久しぶりに来ましたね。前来た時は冬でね、めちゃめちゃ寒かったら覚えてます。サイチライトが灯ってるあれがシーキャンドル、江ノ島のランドマークです。素晴らしい眺め。向こうが三浦半島です。もう三浦半島は過ぎ去りまして、今皆さんには相模湾をご覧いただいています。今日は満月です。月明かりでね、海も水平線が私の目にははっきり見えますよ。あ、丁寧にピントを合わせれば皆さんにも水平線をお楽しみいただけそうですね。本日1日目は日本橋を立って品川、川崎、神奈川、保土ヶ谷、戸塚、そして藤沢、最後は藤沢宿から少しだけ外れたこの江ノ島を訪れました。走行距離はおよそ57キロ、消費した電動アシスト自転車のバッテリーは 93% でした。江ノ島は明日の早朝に巡ってみることにしようと思います。というかもうこの夜の時間では景色が楽しめませんからね。本当は5時頃到着するつもりだったんですが、さて今夜の宿は江ノ島です。最初はね、岩本楼にしようかなと思ったんです。温泉の洞窟温泉みたいなのが有名なんですね。有名な旅館があるんですけども、ただ館内の撮影はちょっとできないということだったので別の場所に変更。この鳥居の手前を左に入って裏路地みたいなところを行くようなんですけれど、今日はゲストハウスに泊まることになっています。ゲストハウス、簡易宿泊所、だいたい相部屋で安く泊めてもらえるというのが全体的な特徴です。しかし今日に関してはね、別に安いから泊まったというわけではありません。ここのお名前、キチン屋さん、キチン屋八五郎さんというお名前なんですけども、江戸時代のですね、宿のタイプにはおおむね2種類ありまして、キチンとそれからハタゴというのがありました。キチンというのは、木の、代金と書くわけですけども、これは要するに木の代金、薪、燃料代だけで、泊めてもらえる安宿ということです。でハタゴというのは旅の籠とも書く通り、大変手厚いサービスがなされていまして、だいたい1泊2食付きのかなりしっかりとした旅館です。料金の差もね、かなり大きかったようでして、きちんとハタゴでなんか一番すごい時は5倍ぐらい差があったって言いますから、インターネットカフェと普通のビジネスホテルぐらいの差があるわけですよね、値段的には。ただ江戸時代の人々が歩いて旅をしていたような時代にしか使われなかった言葉というわけでもなくて、今の時代でもきちん宿っていう言葉を使うこともあるかもしれません。別に ここがそういうところだって言ってるわけじゃないんですけども、非常にですね、値段の安い粗末な宿ということできちん宿という言葉は現在にも残っています。他にもね、とっても安いところということで、今日の昼間川崎の、ドヤ街を紹介しましたけれど、ああいったところもキチン宿に含まれるかもしれません。ただそのキチン宿っていうのは江戸時代において別に貧しい人たちしか使わないような、なんかこう暗い雰囲気が漂うようなそういった場所だったわけではなく、むしろ庶民の宿としてね、かなりこういう風に普通に使われていたそうです。今日は私一人ということでね、この中も好きに撮らせていただいているわけなんですけども、相部屋ですね。でカプセル方式でも、こういう和風のカプセルって面白いですよね。結構一人分のカプセルって言っても広いですしね。実際江戸時代のキチン宿もこんなに立派なカプセルではなかったし、コンセントもなかったでしょうけれど、相部屋スタイルが一般的だったそうです。僕の部屋はね、一番ということになってまして、幅広のベッドの中にもうすでにいろいろ空いてありますが、これちょっと外のコンセントも借りちゃいました。この中にもあるんですけどね、ただちょっとやっぱ外の方が大きいのでね、これ結構ね重いんですよ。うおーって感じ。今日は1個しか使えませんでしたね。明日いよいよでも箱根じゃないですか。多分ね、箱根はね、そう一筋縄でいかない、さすがに覚悟しないといけないんじゃないかと思うんですよね。これね、2台持ってきた理由も正直言って箱根対策でして、これ1個いくらすると思います？これ5万ぐらいするんですよ。電動アシスト自転車のね、値段の半分がこの重いバッテリーなわけですよ。本当に重いですよね。ちなみにさっきここのオーナーの方とお話ししたんですけど、建築士さんだそうでね、自分で設計されて、それでこの壁漆喰とかも自分で塗られたんだそうです。あ、じゃあデザイナーズホテルならぬデザイナーズゲストハウスですねって言って、あ、そうですね、ははそんな話しました。こういうね、
フリースペースもあるわけですよ。ああ、うるさくしちゃって申し訳ない。ここね、Wi-Fi めちゃくちゃ速いんですよ。ネットカフェみたいに速いの。本当 Wi-Fi いいよ。Wi-Fi が速いよ、速い。超速い。君もね、Wi-Fi 使った方がいい Wi-Fi だから。このオーナーさんのプロフィールがなんか SNS、なんか SNS に出てたんですよ。でね、3年間世界を一周してたみたいなのが書いてあって、あ、そうなのかと思って、あ、それだったら多分こういう方だったら話わかるだろうと思って、ね、電話したらですね、撮影もすぐ OK いただきましたけど、なんでここをこういう風な名前でこういうの作ろうとされたんですかって聞いたらね、世界いろいろ旅して回ってるんだけど、昔の日本人の旅の見方をしていたような、きちんと安い宿がないから、だから日本にもこういうの増やしたかったんですということで、ね、お作りになって、ありがたい話ですよね。僕も最長往復切符の旅が全国回ってる時に、ゲストハウスがどれだけありがたかったか、ベッドで寝られるってのは大きなことなんですよ。もう一個上も行っていいのかな。今日は僕しかいないから電気が消えてるみたいですね。客室はね、全部このタイプです。それでは今日は寝かしていただきます。こんな立派な棚もあるんですけど、他の方いないからちょっとこの辺外に置かせてもらって、広く使って